ちは。こんにちは。はい、今日もありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。今日は体どうですか？そうですね、はい、まあ、前回やってもらったんで、その、まあ、体的にはそんなには、はい、凝ってるとか、なんかちょっと重いとかっていうのはないんですけど、疲れから来る、まあ、ちょっと日々忙しくしてたんで、疲れから来る胃腸の口臭みたいな、それ内科行けって話なんですけど、っていう感がありますね。で、まあ、ちょっと違う家に2週間ちょっと泊まってて、それで布団を変えたんで、布団変えるとちょっとね、体痛くなる。まあ、まあ、起きる時に、体痛って起きるっていうのは、でも慣れるんですけど、起きてしばらくしたらもう普通っていう感じでは、起きる時が痛いっていう、はい、なるほど、はい、自身で、なんか口が臭い気がするみたいな。そう、臭いですか？いや、全然この距離でわかんないんですけど、そういうことって前からあるんですか？ま、そうですね、ちょっと、まあ、睡眠不足はよく寝れるんで、睡眠不足ってことはないんですけど、睡眠時間が足り、いつもより短い日が続いたりすると、なんか口の中が気持ち悪くなる。口が乾いてる感じとかもあります。はい、ちょっとねちゃねちゃするみたいな。はい、そうですね、唾液減ると、はい、口がやっぱり乾いて匂ってくるってありますね。はい、そうですね、ツボでもこう唾液の分泌を、ね、はい、促したりとか。あるの？あります、できます。はい、そうなの？はい、あります。早く言ってくださいよ。はい、いつもお願いしたらよかった。私口が臭いから。あ、でも気になったことないですよ。これで伝わらなくてね。よかったよ。私がいても近くで、はい、息しないようにしてますね。あ、そうなんですか。かかんないように、はい、知らなかったです。なんですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします、はい、お願いします。お願いいたします。痛みますか？痛みましたね。そうですね。なんか、そうですね。はい。ちょっと痛い。そうですね。思ったより。はい。全然余裕かと思ってた。ああ。うん。ああ。多分こう疲れてる方に基準が合っちゃってるから、うん。うん、なんですよ。本当に普段から痛いまでいかないと悪くなってないみたいに言ってるんだと思うんですけど、うんうん、そうですね、寝起き痛いっていうのでも結構もう、うん、なんか、はい、寝返りをしない癖があるんで、はい、それですよね。いって多分それ癖っていうか、なんか良くないから寝返りができないんだと思います。うーん、まあ、体がこうスムーズに動かせるってある程度元気、なるほどね、ってことなんで。太ってるからか。いや、そうでもないと思います。そう、太ってるっていうことはないと思いますけど。おお、ふくらはぎ痛いですか？すごいですね。うん、あー、わー、自分の体の硬さを感じますね。うん、すげえ。いや、すごい。もう第二の心臓と言われるだけありますよね。そうですね。すごいわ。悪そうな感じが。熱くなる体が。あ、わあ、今すごかった。でもここ胃なんですよね。そうなんだ、うん、痛いってことは、うん、よくないかもしれないですね。そうなんだ、飲みすぎてたか。あ、
なみに氷の基準がなんか分かるのはこっちなんですけど、うん、わー痛い痛い、あーじゃあやっぱ胃が良くないんじゃないですかね、なんかそんなな食べてないのんな、まあ、食べるだけじゃなくて結構精神的なストレスとかも、そうなんだ、あの人の家にいらしてたんですよ ね、はいはい、結構やっぱ多分気使ったりとか少なからずあると思うので、多分結構やっぱりこういう感じ、硬いですし、うんうん、凝ってますよね、凝ってる、凝ってます凝ってます、うん、あのやっぱりこう押して沈まないですから、ね、あなるほど、はい、いて、いて、うん、すいませんね、今ちょっとチェックですね、いて右側と、あでもどっちもいて、すいませんね、ちょっと最初にすいません、いて助けて痛い、どっちも痛いと思うんですけど、こっちの方が痛い、右の方が痛いですか、痛い痛い、わ、はい、かりました痛い、あ本当に痛いですわ、はい、すごいね、いやあこれちょっと待ってこれ以上幼いです、ちょっと力抜こう、一回、はいそうね、忘れよう、はい、なんか、あーでもどっちがいいですかね、右のやっぱり痛さ強い、違う違うことに集中させてほしい右の方が痛かったですか、右の方が痛いです、あそうですね、どっちかというと、はい、わかりました、もう一回ちょっとふくらはぎいいですか、はい、これ検診するのがいいですよね、あはい、変化をね、あのやっぱり確認していただきたいのと、うん、今の状態を分かってもらいたいので、右の状態と、ね、ふくらはぎは痛くないですよ、うん、あ痛くないです、さっきこうやってやった時にわーってやったのは、うん、痛気持ちいいって感じ、あ痛気持ちいい感じ、こっちを経験しちゃうとそっちだったら全然痛くないなるほどなるほど、はい、かしこまりました、ちょっと大げさにしすぎたなっていう反省もあります、はい、わかりました、じゃあですね、じゃあ、あの腕、まあ、右の方がね肩首が痛いっていうことで分かったんで、はい、ちょっと腕をですね、はい、両方ともこうベッドの方にですね置いていただいて、はい、そうですね、でじゃあこちら側から揺らしを、揺らしていきます、はい、そうです、でまあ楽にしといてください、はい、なんか嫌なこととか嫌なものありましたらおっしゃってください、はい、息をね、はい、まあ楽にしといていただいて、うん、なんかこれ心地いい揺れで、はい、眠くなりますね、はい、眠くなったらでも大丈夫です、そうなんですね、はい、揺れの度合い的には、はいはい、なんかトゥクトゥクに乗ってるかのような、おそんな揺れ方ですよね、おトゥクトゥクってなんかめっちゃ速い早いやつですよね。そう、なんか私トゥクトゥクめっちゃ怖いっていうことを聞いたんですけど、だけど渋滞の時っていうか、はい、のんびり乗ってる時の揺れですね。ああそうなんですね。タイでしたっけ？インドでしたっけ？タイですね。タイですね。ああタイは好きなんですか？一回行ったことがあって、なるほど。すごい良かった。ああパタヤ。はい。パタヤビーチ、はい、タイ行きたいんですよね、私も。またまたタイ行きたいって言ってたら思ってなかったですいいですよね、タイね、なんかすごい良さそうだなって、うん、なんかあの親日だから、うん、あそうですよね、うん、優しいんですよね、そう、うん、日本人ってだけですげー大歓迎してくれる、あそれはいいですね、でバンコクに、なんか日本人のお店っていうか、うん、日本人
ショッピングモールみたいなのがあって、それも大戸屋があったりとか、セブンイレブンあったりとか、あ、じゃあ暮らしやすいですね、日本人。タイ行きたいな。行きたいですね。私なんか20年ぐらい行きたいなと思いながら全然行って行こうと思えば行けるんでしょうけど、なかなか。なので今度タイ行ったら、はい、人体博物館があるらしいんですよ。おー、それ行ってなかったから行ってなと。好きそうじゃないですか。あ、好きですね。ちょっとまあ勉強にもなりますからね、うん、行きたいですね。わ、すごい、リンギがわすっげ、何それ。左手を置いてある親指の付け根みたいなとこが痛い。ここ揺れ悪いですね、確かに。なんかこう一気に硬くなりましたね。力の いきなり雨降ってきましたね。うん、土砂降りでしたよ。ね、今また降ってますね。うん、うわ、やばいじゃないですか。嫌なやついたけど。ああ、じゃあ安心。あんまり激しい雨だと。うん、ちょっとね、入ってきちゃいますね。じゃあもう痛くないですか。こっちは痛くないですね。この辺りでしたよね。今ありました。あ、そうですよ、はい、全然痛くない、はい、全然痛くない、はい、大丈夫ですかね。何それ、全然痛くない、はい、何これ。首も見ますね。全然痛くない、はい、あそこ痛いですね。あ、ここが痛い、はい、あそこ痛い。先に比べたら半減ぐらいの感じですかね、はいはい、この辺まだ緩んだ感じですね、うん、上の方がまだちょっと残ってる感じですね。全然痛くないそれ、はい、マジックやってるみたい。、うん、まあ、さっき全然こう沈み込みなかったんですけど、まあ、今こう押せるようになってますので、なるほど、肩もあるだけ緩んできてますね。ご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.